マキシコは、元プロ野球選手、野球指導者である。選手としては、近鉄バファローズに所属した。現在は東北楽天ゴールデンイーグルス一軍、ヘッドコーチ。沖縄県沖縄市出身。沖縄高校を卒業後、社会人野球の東芝に進むと、投資から転校した遊撃手としての高い守備力が注目されるようになる。 1985年の都市対抗野球ではレギュラーで準優勝。翌年は補強選手でベスト8。1986年のプロ野球ドラフト会議で近鉄バファローズに3位で指名され、契約金と年俸それぞれ4500万円、520万円で契約を結び入団。1987年は前年のレギュラーだった。 村上隆之の負傷もあって4月10日の開幕戦に遊撃手として先発出場し村田常時から本塁打を放つという華々しいデビューを飾る。7月にはジュニアオールスターゲームに最年長で参加し三塁打を含む2安打を記録して関東賞を受賞。村上の打撃が不審だったシーズン後半には再び1軍でスタメン起用されるようになった。 1988年は村上がガヤシュにコンバートされ、足立としやとレギュラーを争いながら、遊撃手として、レギュラークラスとなる。7月5日の対阪急ブレイブス戦では、9回同点の1-1.3塁の場面で、相手投手の山田久志が、ピッチアウトした球に飛びついて、決勝スクイーズを決めるなどで番を増やしていき、10.19の両試合を含む76試合に、 スタメン出場を果たしている。1989年は、米崎香る新が入団して、ライバルが増えたが97試合に先発出場し、日本シリーズでも全試合にスタメンで起用された。同年オフの契約公開では、年俸が78%増の2560万円となっている。その後は徐々に出場機会が減少。 九百九十三年オフには二百万円減の年俸六百五十万円で契約を公開した。九百九十四年は一軍での出場がなく、同年で事実上現役を引退し、そのまま近鉄で一軍守備総類コーチを務めている。ただし、コーチ就任初年度の九百九十五年のみ、形式的に選手登録が行われていたため、当時出版された選手名鑑では、 選手権人扱いだった。2004年に近鉄とオリックスが合併し、オリックスバファローズとなった際には、新監督の大木明からコーチ就任を要請される。2007年までオリックスで一軍守備走塁コーチを務めた。2008年に、かつての同僚である、梨しが正隆が監督に就任した、北海道日本ハムファイターズに一軍内野守備コーチとして就任し、 なしだが監督を務めた2011年まで務めた。2012年シーズンからは同級団の2軍内野守備コーチを務めた。2013年より再びオリックスバファローズの1軍守備総類コーチを務める。2015年10月3日に来年度の契約更新を行わない旨を通告された。10月13日に2016年からなしだが監督に就任する。 東北楽天ゴールデンイーグルス、一軍内野守備走塁コーチに就任することが発表された。2018年から和二軍育成コーチを務めていたが、一軍では6勝19敗1分と最下位に沈み、守備や走塁にも細かなミスが目立っていたため、4月30日の試合終了後から縦石光夫と入れ替えになる形で、一軍内野守備走塁コーチに配置転換された。 6月16日に再開の責任を取って梨田が辞任し、一軍ヘッド剣打撃コーチの平石洋介が監督代行に就任。それに伴い、平石を支えるべくヘッドコーチ格としてベンチ専従となった。2019年は一軍ヘッドコーチ。2020年は育成総合コーチ。2021年からは再び一軍ヘッドコーチを務める。ありがとうございます。